ルートビヒグスタフ・フォルツは、ドイツの画家、イラストレーターである、風景画や動物画を描いた、バイエルン州のアウクスブルクに生まれた、父親のミカエル・フォルツは、画家、版画家で兄に、家畜のいる、風景画を得意としたフリードリヒ・フォルツがいる、1842年からミュンヘン美術院で学んだ、戦争の場面などを得意とする画家、ベータン・フォンヘスの影響を受け、 風景画家のアドルフ・ハインリ・ヒリアーの影響も受けた。トゥルン・ウント・タクシス公爵家の霊則らから注文を受けて、馬の絵を描き、寮の情景をもっぱら描いた。ミュンヘンの雑誌、ミュンヘナー・ビルダー・ボゲンの挿絵も描いた。1848年から、ウィーンの展覧会に出展し、1854年から、ミュンヘンの展覧会に出展した。ミュンヘン美術協会の会員になった。 ミュンヘンで亡くなった。ありがとうございます。